皆さんのお気持ちにあるかもしれませんが、職員がですね、これまでの体験としまして、忘れられない患者さんの75のエピソードが書かれてございます。忘れられない患者さんに励まされてですね、働いているということを、患者さんにお伝えできればということで、作られたものです。ごく一部をご紹介させていただきますと、表紙にはですね、室伏教授がいますけれども、日本選手権の20連覇がかかっている直前にですね、中水炎にかかって、大学の方で、いくつかの科をでこう混成したですね、チームを立ち上げて、前進して感謝された元気が出るですね、エピソードが、学長のインタビューで載せられています。それからこの四つ葉のクローバーの中でですね、笑っているですね、患者さんはですね、よその病院で大腸を全部取ってしまうというような話をされてですね、それで、こちらの病院に見えて、こちらの内科でですね、消化器内科で治療を受けて、手術をせずに、元気に退院された患者さんです。その後ですね、この患者さんからですね、患者さんの役に立つために大学の看護部に進学しましたという知らせをいただいてですね、スタッフが元気づけられたというふうなエピソードです。ちょっと読ませていただきますと、肺と骨に転移のある40代の乳がんの患者さん、放射線治療と内分泌治療を行っても腫瘍マーカーと肺転移の大きさは変わらないままでした。同じ治療を続けて1年後、突然ですね、腫瘍マーカーが急に下がって肺転移も消失しました。何か身辺に変化がありましたかと尋ねると、ようやく離婚が成立して再婚しましたということで、個人の幸福感の重要性を再認識させたエピソードということで、これもなかなか印象深いものだなというふうに思います。新人看護師時代の思い出ですけれども、自分に残された時間が長くないことを悟っていた患者さんが、面会者はなくですね、ベッドの上で背を丸めて一日の大半を過ごしておられる。経験の浅い私は看護師さんですが、繊細な患者さんを支えるには全くの力不足。そんなある日ですね、髪を溶かしてくれると細い声で話しかけて、私に櫛を渡してくれました。私は若い時には本当に美人だったんだよとぶすりとつぶやいた患者さん。二人きりの部屋でですね、髪を溶かせてもらいながら、かえって患者さんの方から癒される体験をしたというようなエピソードです。本学ではですね、世界のクラスの優秀さということと同時にですね、やはり優しさに秀でる優秀さというのを育むようにですね、努力しているところです。